皆さん、この佐賀川上京銘菓もうガベおいしかったです。本家常盤屋さんの白玉まんじゅう、今つくよさです。それから出来たてばね、ちょっと早かった。皆さん11時に今荻から来た人に洋館もあってすよって言った荻から来ましたって言われた。これもう本当に美味しいです。ねえ、これあの機械の音の聞こえようでしょ、これはあの秘密やけん見せられませんどうぞここね、あの淀姫神社さんのですね、ちょうど真ん前にあるわけですね。こうやってこれ落眼の方ですね。いやー、食べるのを皆さんに見せたかったですね。うん、くず餅も僕はこの金時芋と塩羊羹をいただきました。ということで、そういうお芋を移して、あ、これ濃いな、これこれね、淀姫神社さん、この言われはですね、また皆さんにお教えしたいと思います。この本家の釘屋さん惜しかったね、もうちょっと遅うか釘屋だな。はい、じゃあよろしくお願いします。失礼します。はい、宣伝の